はようございます、なごみけです。今回もですね、今月の購入品ということで、1月に購入したものの中から実際に買ってよかったなというふうに思ったもの全部で10個ご紹介していきたいと思います。今月相当お金を使ってしまったなという感覚はあるんですけれども、まあ必要に迫られて購入したものとか、あと何よりも家具家電とかをね、一式もこれで揃えられたっていうのは大きいので、買ってよかったなというふうに思えたものも結構多いので、まあ、ここでねちょっとご紹介することによって少しでも罪悪感を減らせればなというふうに思います。ということで1月購入した暮らしのもの、行ってみましょう。まずはこちら、花の器と書いて花器を一つ購入しました。吉祥寺にあるしっぽという雑貨店兼カフェのようなね施設で購入したこちらのスチール製の花器になります。めちゃくちゃこう風合いというか、こう雰囲気がありますよね。こちらはアイアに特殊な加工をして、こうアンティーク調に仕上げられたフラワーベースになります。金属っていう、まあ、どこかひんやりとした印象のある素材でありながら、こう温かみのあるようなこう雰囲気に仕上げられていて、そのギャップにちょっとやられてしまいました。水を入れることはできないので、どうしてもこうそのままオブジェとして飾るか、ドライフラワーを刺すかっていう二択になるんですけれども、まあ、その分僕はこうドライフラワーと組み合わせてね、この時間経過をどこか感じさせるようなこの2つの組み合わせっていうのを楽しんでいます。僕はこちらの花器、玄関に飾っています。皆さんの家の玄関にもこういった靴棚の上のスペースみたいの空いてるんじゃないでしょうか。ここまあ便利なので物置として使ってもいいんですけれども、せっかくならここをちょっと余裕を持たせたような空間にして、玄関から家の空気雰囲気を演出したいなというふうに考えて、ここはあえてディスプレイにしました。でこの花器シリーズものなので、結構こういろんな形とかサイズで展開されているんですけれども、僕が購入したのは割とこう縦にボリュームのあるようなものだったので、こんな感じでね、横に広がっているドライフラワーを刺すと結構バランスも取れて、これでよりこう家全体がね自分の好みの空間になってきたなというふうに思います。ということで一つ目はこちらのしっぽで購入したアイアン製の花器でした。でそして玄関にもう一つ、最近導入し始めたのがこちらです。はい、イデアコのコインストレージになります。この中には大量の小銭が入っているんですよ。まあ、基本的に僕お金関連はこうキャッシュレスを中心にやりくりしているんですけれども、まあ、どうしてもこう現金が必要な時にお釣りが発生してしまったとかでね、小銭を持ち帰ってきた際には、家に帰ってきてすぐ出てきた小銭を、まあ、こういった箱とかに入れて、財布の中を空にしてまた明日出かけるというような形にしています。少しだけ身軽になりますし、まあ、コツコツ貯めているとちょっとした貯金にもなるのでね、結構気に入ってやっているんですけれども、そのための、まあ、ストレージというかね器として、こちら購入しました。素材感はですね、陶器の本体に木の蓋がついているというような形です。本当の使い方だと向きはこう逆なんですよね。ここにコインを入れる用の穴が開いているんですが、僕が、まあ、例えばこう配送関係でね、すぐに小銭出したいだとか、何かネジを回したりするときに小銭が必要っていうシーンがちょいちょいあって、その度に取り出すのがね不便だったので、あえて逆向きにしてこの状態で使っていて、まあ、蓋パッと開けると大開口で中の小銭を取り出せるというような感じにしています。これでも別に下から漏れ出てくることほとんどないので、よく小銭取り出すっていう方はこういった使い方もありだと思います。新品でもこれ売ってるところがほとんどなかったので、こちら中古で購入したものになります。本当はですね、あのモルデコっていうところのコインストレージが一番欲しかったんですよ。ただ値段が値段すぎてせっかく小銭を貯めるための小道具なのに、これでお金を使ってしまいすぎるのも良くないなということで諦めた経緯があります。まあ、いつかはねあれにしたいなと思いつつも、今後基本的にはまあこれでねやりくりしていこうかなというふうに思ってます。一昨年1年間分小銭貯金やったら、だいたい3万4万くらいいつの間にか貯まっていたってことがあったので、まあ、これまだ2022年分を換金してないんですけれども、これもうちょい満杯になったらこれを口座に移そうかなというふうに思います。その額も今から楽しみですね。でここからはファッション関連のアイテムを2つご紹介していきたいと思います。まあ、僕のチャンネルを長きにわたって見ていただいている方からすると、結構こいつロングコート好きだなというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれません。そしてね、また購入してしまいました。まあ、毎期1着ずつ購入しているような感じなんですけれども、今期購入したのはこちらです。
スタンバーグというブランドのウールコートになります。無地で使いやすい色のステンカラーコートが欲しいなというふうにはずっと思っていて、いろいろ探している中でたどり着いたアイテムですね。カラーはチャコールグレーなんですが、そんなにこう濃い印象はないですね。暗すぎず明るすぎずちょうどいいくらいのグレーの色味になっています。このスタンバーグっていうブランドは2022年かな、去年くらいから始動したブランドなんですが、グローバルワークからの新しいブランドだそうです。こう今の自分の気分に近いようなアイテムが揃っていて、なんだかんだチェックしたりしています。で、コートについて見てみると結構大きめのサイジングかなというふうに思います。僕は身長170センチでこちら M サイズを購入したんですけれども、ちょっとね大きいくらいの印象です。上回りとかでですね、気抜くとこんぐらいになっちゃって、あ、大きめのものを借りてんのかなっていう感じになっちゃうので、意識的にこう手は出すようにしてます。でもこのアームの部分の太さとか全体的な緩さっていうのはめちゃくちゃ好みです。ステンカラーコートなので前をちゃんと閉じても、しっかり開けてもですね、そこそこいい感じになるんですよ。襟周りも結構好きで、ここにちょっとしたアクセントがついてるんですけれども、前を立ててこうやって締めることができるんですよね。ミニタリー由来の装飾なので、きれいめなコートが完全にこれで締めるとちょっと無骨な印象に変わりますし、単純にあったかいです。マフラーとかをしていなくても結構この首周りを風とか寒さから守ってくれます。グレーってことで本当に合わせやすいですし、去年マーモットのダウンをね購入して、これも動画にしているんですけど、このダウンとこちらのコート、本当にこの2つをひたすらこの冬はヘビロテしてますね。はい、ということで、3つ目はこちらのスタンバーグのステンカラーコートでした。で、4つ目は久々に購入した古着です。本当にもう2年ぶりくらいに平岡さんに古着屋に連れてってもらったんですけれども、下北沢のフランクブラックというお店で購入したスラックスになります。古着感は結構少ないプレーンなスラックスになっています。シルエットとしてはワイド目なんですが、若干裾先に向かってテーパードがかかっている感じですね。僕が履くとワンクッション足元でたまるくらいのサイズ感ですね。で、色が結構絶妙で気に入っています。これ黒に一見見えるんですけど、ちゃんと黒いアイテムと比べるとネイビーなんですよね。要は濃紺とかダークネイビーとか、そんぐらいの色味になるんですが、この自分だけしかわからない絶妙なカラーっていうのもちょっと好きですし、何より合わせやすいですよね。ほんとトップス明るい色でも暗い色でも本当に選ばないような、そんな感じの色味になっています。この光の加減だと今はどっちかな、僕の目にはネイビーに映るんですけどね、ブラックっぽいのかな。素材感もウールとマイクロファイバーって書いてあるんですよね。だからかなりアウトドア寄りのパンツなのかなというふうに思います。この生地感が僕結構好みで、マイクロファイバーっていうのもあるのか、さらっとドライなこう生地感ですね。なので本当にガシガシシーンを問わず履けそうです。薄すぎず厚すぎないっていう季節感をねあんまり問わずに履けるようなスラックスにもなっています。こういった綺麗めだけど何も考えずに履けるパンツってそうそうないんですよね。今まで僕もスラックス持ってはいるんですけど、やっぱりこうちょっとね動きにくさだったりだとか、あと少し丁寧に扱わなきゃいけないかなという感じがあって、あんまりこう何も考えず取れるというわけではなくて履くシーンを選ぶというような感じだったので、こういった特殊な立ち位置に当たるような感じのパンツを買うことができたのはすごく良かったですね。何より古着屋を久々に巡って、あ、やっぱ自分ファッション好きだなっていうふうに思ったし、ネットで検索してこう探すだけではファッションの楽しさっていうのはなかなかわからないなというふうに痛感しました。今後もねちょっと定期的にいろんな古着屋巡りを高校生ぶりくらいにしてみたいですね。ということで、そんなファッションの楽しさも思い出させてくれた、こちらの古着の、スラックスパンツになります。続いてはこちらです。 iPhone のこの背面についているマグセーフの活用方法がめちゃくちゃ広がったアイテムですね。こちらの iPhone ケース、マグセーフに対応しているんですけれども、このマグセーフのリング部分がそのままスタンドとして展開するような機構になっています。本当にこの状態で縦でも横でもこうやって置けるんですよね。これまで僕モフトといった、スタンドにもなるようなマグセーフアクセサリーを使っていたんですけれども、こういうモフトみたいなものをつけると家に帰って充電するたびにいちいち外さなきゃいけないんですよね。僕はこう家ではマグセーフでワイヤレス充電しているので、で外して、で次翌朝行くときに
iPhone にまたもう一回スタンドつけてくるの忘れてしまったりだとか、そんなことを繰り返しているたびに徐々にスタンドなしで使うようになってったりっていう感じでした。結局マグセーフのアクセサリーをこう本当使わなくなっていたんですけれども、これによって本当にスタンド忘れることもないですし、もうこのまま充電ができるので非常に助かっています。詳しくはぜひ動画の方を見てほしいんですけれども、こういったねアイデア商品がぜひいろんなメーカーさんから出て、こう競争が激化してね、より良いデザインとか機能性を持った iPhone ケース、まあマグセーフアクセサリーが出てくると嬉しいなというふうに思います。続いては今月購入して最も良かったなというふうに思った製品です。もうこれなしで生きていくのちょっと考えづらいぐらいに生活に溶け込んでしまいました。それがですね、スイッチボットの各種アイテムになります。購入したのは、まあ、鍵回りをスマート化するスマートロック、指紋認証パッド、そしてそれ以外の部分でもスマートホーム化を助けるハブ、ボット、本当に一気にまとめ買いしましたね。まずこのスマートロックの部分、鍵回りの部分からちょっとご紹介していくんですけれども、まずはスマートロックからですね。これは家のドア上の部分に装着して、スマホの操作でこのロック部分をね解除できるようにしているというものですね。これによって鍵を持ち歩く必要がなくなるんですよね。家に帰ってきたらこうスマホから操作すればロックが解除されるというふうな感じです。でこれに加えて僕は指紋認証パッドというのも設置しました。先ほどのこのドア上の反対側、要は家の外側ですね、こちらに設置して、もうスマホ操作ではなく指でタッチすることによって、登録した指でタッチするだけでこの解除ができると、もう圧倒的にスマートですね。スマホすらいらなくなりました。ボットっていうのはこの手動のボタンをこんな感じで押してくれる可愛い装置です。そしてハブによってこのボットをはじめ各種スイッチボットの製品を家の Wi-Fi と接続できるようになります。よりこのスイッチボットの製品をコントロールできる範囲が広がるんですけれども、今後はこれによっても家の鍵なくす心配はほぼないかなというふうに思います。でこのハブとボットは家の鍵以外にも他の製品も操れるということで、例えば照明機器のコントロールですとか、エアコンのリモコン代わりにも使えるようになっています。で僕はこのスイッチボットをアレクサとも連携させているので、アレクサ電気つけて、おうこんな感じ、部屋の電気がつくんですよ。これで着替えながらエアコンつけたり消したり、ベッドにいながら部屋の照明消したりといったことが簡単にできるようになってしまいました。 QOL は本当に上がるのでね、ぜひこの家の鍵なくしがちという方とかね、特におすすめのアイテムです。続いてはこちらです。つい最近こちらのナインスターズのゴミ箱っていうのをねご紹介したんですけれども、まあ、その時にもちょっとチラ見せしていたこちらの作業台ですね。僕の家のキッチンは一人暮らしにしては結構広いというかね、充実している方だと思うんですが、どうしてもこのキッチン使っていく中で思っていたのが、コンロとシンクの間の調理スペース、作業スペースが狭いという点でした。まな板を出して調理しようとするともうほんとそれだけでいっぱいいっぱいになってしまうので、他のものが置けないと、その間何か別のものを置く場所が欲しいなというふうに思っていたのと、あとですね、最近購入したヤマゼンの炊飯器があるんですけれども、これを置く場所がないと、本当もうキッチンいっぱいいっぱいなのでどこに置こうかというふうに思っていたっていうのもあって、こうラックを兼ねられる作業台っていうのを購入したという形ですね。この無骨なステンレス感、めちゃくちゃかっこよくないですか。実際に業務用のキッチン設備をね作っているメーカーが手掛けているアイテムでして、サイズや形も本当にいろんなバリエーションから選ぶことができます。見た目はもちろんかなり本物っぽいこう作りというかね、しっかりしている感じですし、まあ先ほど紹介したこのゴミ箱との見た目の相性もすごくいいかなというふうに思います。でこの中のこの棚板の部分も、自分で高さを調節することができるので、今この炊飯器と蒸気の部分のスペースを分けて下目に取っているんですけれども、入れるものによってカスタマイズできるっていうのもすごくいい点ですね。もう少し安価に抑えるために木製のものとかを買うっていうのもまあなくはなかったんですけれども、やっぱりこのキッチン全体の雰囲気と合わせると、このザ・ステンレスというようなこのラックはめちゃくちゃお気に入りです。ちなみに僕が購入したのは 60cm×30cm の幅のものです。これだったら
このそんなに広くない廊下でもそこまで邪魔にならずに置くことができました。こちらのねステンレスラックというのも今月購入して良かったものの一つです。そして最後は洗濯回りになります。やっと我が家に洗濯機がやってきました。引っ越してからかれこれ3ヶ月ぐらい洗濯機がなくてですね、近所のコインランドリーに週1ぐらいのペースで通っていました。まあそれはそれで良かったんですけれども、今月これが家に届いて本当に洗濯が楽になりました。やっぱり使うんだったらドラム式がいいというふうにはもう先輩からも家族からも散々勧められていまして、ただまあ一度洗濯機買うともう本当に5年くらいは買い替えるっていうタイミングはほぼないから、ずっと使い続けることになるよというふうに言われて、だったらもう初めのうちはコインランドリー使ってでも最初からドラム式を買おうというふうに決意していました。で実際洗濯の手間で言うと本当に段違いだと思います。もう自分としては自宅にコインランドリーがやってきたぐらいの感覚です。僕のこのモデルはシャープのジャストサイズドラム、まあ、いわゆるコンパクトドラムというようなサイズ感の製品ですね。ちゃんと洗濯乾燥機能を併せ持ったドラム式洗濯機の中では最も小さいサイズの一つだと思います。一人暮らしの家の洗濯機置き場でギリギリ、まあ、入れ込めるくらいですね。これが入らなかったらもう他の洗濯機も入らないと思った方がいいです。で特に凝った機能はありませんし、容量も、まあ、洗濯7キロ乾燥 3.5 キロとドラム式の中では比較的抑えめではあるんですが、その分値段も少しね他の製品より安くなっています。ただ、まあ、今のところは何の不満もなくちゃんと使えています。そしてこの洗濯に合わせてですね、洗剤と柔軟剤用のケースも購入しています。こちらです。洗剤用がこちらニトリで購入した、まあ、ジェルボールのタイプの、洗剤を収納しておくためのストッカー、そしてもう一つ柔軟剤用は、以前の動画でもご紹介したサラサデザインのものになります。やっぱりシンプルなデザインのものがいいなというふうに思って、まあ、いろいろと探している中でコスパも考えて、この2つのメーカーにしたという感じですね。正直見た目以上の何か特別な機能とかがあるわけではないんですけれども、まあ、普段から僕が言っている日用商品とか特に生活感が出やすいようなアイテムっていうのをこういったシンプルなパッケージのものにちょちょっと移し替えてあげるだけでも部屋のまあ雰囲気ですとか自分のまあこういう家事とかへのテンションの上がり方だとか家全体のお気に入り具合とかっていうのが結構変わってきます。なのでたかが消耗品と言わずにこういったものからねアイテム揃えていくのも結構いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんなところが1月の振り返りなんですけれども、2月のちょっとね予告をさせていただきたいと思います。 YouTube ではですねもうこれの次の動画にルームツアーを載せます。一人暮らしを始めてからもうほぼ毎回の動画に1コメント2コメントくらいはルームツアーをしてくださいというふうにご要望をいただいていました。ちょっとねやりますやりますと言ってここまで先延ばしにして、すみませんでした。今見えてるところは結構前から整ってはいたんですけれども、家全体を紹介するってなるとまだねこう各家電が揃っていなかったりちょっと何もこの用途決めてないなというふうな場所があったりということで全体を見せるまで行ってなかったんですよね。それがまあ先ほど紹介した洗濯機や炊飯器などをはじめ全体的にちゃんと揃えることができたということで、まあ、ここでルームツアーをやっていきたいと思います。自分としても今一番熱があるのはインテリアですし動画のクオリティもねちょっと上げたいなというふうに思っているのでぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。加えて今年の目標として、まあ、自分の中で YouTube で動画を続けるだけではなくてこう YouTube から発展させた別のことにもいろいろとチャレンジしていきたいなというふうに思っていまして今現時点で一つ二つちょっと自分で進めていることがあるんですけど2月中にそのうちの一つとかね公開できるというか始められそうだなというふうな感じなのでぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。自分一人で淡々と動画を作るのもまあ楽しいっちゃ楽しいですけどせっかくならねこう見てくださってる方とかをはじめいろんな人と巻き込み巻き込まれながら何か始めたり作れたりしたらなというふうに思うので、ぜひね今後ともこのチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで非常に長くなってしまったんですけれども、1月の購入品と振り返りということで、以上になります。
このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイル、生活雑貨、インテリア、さまざまなジャンルで暮らしの動画を上げているので、ぜひチェックいただければと思います。またチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。今日はこの辺で。以上、なごみ家でした。では、シュー。